さんこんにちは。平和の輪に地球の使徒会では司です。今回はゾーン企画、やばいですよ。いつもとスタジオが違うっていうか、いつもはスタジオなのかって問題ですけど、経費のかかり方が違いますよ皆さん。これはね、ちょっと気合い入れていかなきゃいけないなって思うんですけれども、私ゾーンのアンバサダーを務めさせていただくことになりまして、コンドームのことをね、知らないわけにいかないなということで、今回はお勉強をしていきたいと思うんですけど、なんとですよ、もうね、もういい匂いがしてるんですけど、プロの方をお呼びしたいと思いますので、ちょっと先生にお越しいただきたいと思います。先生、いらっしゃいませ。こんにちは。あ、座っちゃいました。あ、ごめんなさい。マヒロニア帝国から来ました、タダイです。マヒロです。くるくるくる、タダイマヒロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、どうぞ座ってください。すいません、コンドームについて教えていただきたいなって思うんですけど、はい、いいですか？もちろんです。勉強できたらと思います。よろしくお願いします。ゾーン、じゃあまずコンドームの説明なんですけど、はい、コンドームは避妊と性感染症予防の2種類の目的で使われています。はい、そうですよね。怖いですもんね、ちょっと病気とか。コンドームの種類が2つあって、はい、ラテックスとポリウレタンっていうものなんですけど、なんかすごい分かりやすく説明すると、ゴムかちょっとゴムじゃない素材みたいな感じなんですよ。普段コンドームはしますか？ちょっとアイドルなんでなかなか答えづらい問題ではちょっとあるんですけど、まあした方がいいですよね。結構なんか周りでこうしなくて病気になったみたいな話は結構聞くんですよ。なんかこうよく食べる時もつけた方がいいんですか？それ結構どうなのかなって思ってて、ゴム感があると入れづらいじゃないですか、あそこに挿入しづらいから、挿入する前にちょっと自分の唾液を含ませる意味で、濡れそうなんだ、入れやすいように、はい、ぬ、あ、そういう、なるほど。あ、じゃあゼリーがゾーンとかついてるから別に、あ、もう最高です。お食べにならなくてもよろしいですか、その、はい、濡れ濡れなやつはもともと。勉強になりました。すごい勉強になった。コンドーム開けるときは、なんだろう、爪を切った状態で開けてほしくて、うんうん、なぜかっていうと、うん、一緒に切った時にゴムを切ってしまったりすると、うん、今度は避妊の予防だったりとか病気の予防をせっかくしてるのにそういうのにつながらなくなってしまうので、うん、コンドーム開けるときは爪を切って清潔な状態で開けてください。なるほど。ゾーンプレミアムとかだとこうやってペロンって開けれるんですけど、うん、こういうパターンの時とかあるじゃないですか、こういう袋を切る時とかってどういう風に切ればいいんですか？こういうパターンの時はなんか私だったらこうやって寄せて、あ、ゴムも一緒に切ってしまわないようにゴムを下の方にずらしてペリッと剥がす感じで。なるほど。やってます。その本体が傷つかないように。はい、うん、あ、そっか、一緒にパリッてやっちゃうと、はい、切れちゃうので、切れちゃって新しいのってなっちゃう、もったいない。へえ。で、なんかこれも途中で切るのをやめたりすると取り出す時に引っかかって破れちゃったりとかするかもしれないので、ちゃんと最後まで剥がして取り出すように。そうなんですよ。よく漫画とかだとこう途中まで引っかかるやつが落ちてるみたいなイメージがあるけど、ちゃんと切った方がいいんですね。はい、ちゃんと切って取り出してください。はい、じゃあ次はコンドームの付け方をお教えしたいと思います。ありがとうございます。はい、じゃあ今回はこちらの模型をご用意しましたので、うん、こちらを使ってコンドームの付け方をしていきたいと思います。ありがとうございます。で、今回使用するコンドームがこちらのゾーンプレミアム、あ、これですね。はい、はい、あります。これいいですね。なんかすごい開けやすくて、あ、そうなんですよ。ゼリーが中に入ってて、はい、いい感じにこう濡れ濡れ状態を、食べなくても、食べなくても、そうね、ほんとすごい。知らなかったから、その食べる意味を。じゃあつけていきます。これを、うん、本当は短い爪で優しく取り出し
って、うん、これに乗せて先っちょをすごいつまんで、つまむのはなんでですか？なんか空気が入ってしまうと破れやすい原因になってしまうみたいなので、つまんで押さえながらくるくると。あ、すごい、結構スルッといくんですね。なんかすごいつけやすい。あ、普通のっていうか普段使われてるやつに比べて、はい、つけやすい。しかもぬるぬるしててなんかちょっとエッチですね。すごい簡単についちゃいました。これって結構、はい、その表裏とかってどうやって分かるもんなんですか、コンドームって。なんか男性側って書いてあるので、これを男性部分、なんていうの、男性側、うんうんうん、おちんちんの方に向けて、ゾーンプレミアムさんは女性側が表に書いてあるので、うん、こういう向きでつけますよっていう、なってます。なるほど、勉強になりました、めちゃくちゃ。で、このコンドームなんですけど、うんうん、はい、つけるときにもし裏表間違えちゃったよってなったときに、うん、もう一回正しい向きでつけるんじゃなくて新しいコンドームを使用するようにしてください。なんかもったいない感じで使っちゃいそうですけど ね、 でも気をつけなきゃいけないんですね、そういうのも。じゃないとせっかくつけて予防するものができなくなっちゃうので。あ、そっか、もうくっついちゃってるから、はい、ダメってことですね。あとはなんか二重でつけたりとかしないで一枚で正しい使い方をするようにしてください。じゃあ最後にコンドームの保管方法について説明します。はい、コンドームなんですけど、うん、なるべく購入した後に湿気の多い場所に保管しないようにした方がいいと思います。なんか湿気でコンドームって消費期限があるんですけど。あ、そうなんですね。使用期限ですか、ね、書いてあるんだ。箱のパッケージにあって、へえ、これが知らなかった。早まってしまうかもしれないので。あ、そうか、書いてあっても保管方法が悪いとダメみたいな、はい、あー、なるほど。湿気の少ない場所で保管、使用期限を守って、あとよく学生時代とかにあったと思うんですけど、うん、コンドームをお財布の中に入れてお金が貯まるやつ、はい、やるみたいな、うんうん、それも本当はダメなんですよ。じゃあもう使っちゃダメなんだ、お財布に入れてるやつは。ダメです、お守りですなんでダメなんですか。なんかお財布って結構頻繁に使うから擦れちゃったりとかして、実は傷が入っちゃってたりとか、なんかダメになっちゃってる可能性があるので、うんうん、そういう保管方法は、そう。なるほど、すごい勉強になりました、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか私ももう一度思い出しながら一緒に勉強できてハッピーです。ゾーン、はい、どうでしたか今日の勉強会は。はい、コンドームの付け方とかってなかなか学校でも教わらないし、うん、もうどこで教えてもらえばいいんだろうみたいな思ってたので、ここでね、こんな可愛い子教えてもらえるの本当に嬉しいです。これを見てるこう男性でまだね未経験の皆さんとか、うん、なんか若い子も見てるかもしれないじゃないですか、はい、そういう子がすごいなんかためになるなって思ったし、私も本当に食べる理由が分かってよかった、うん、めっちゃ食べる。それが本当に、いや、なんで食べるんだろうって思ってたんですよ、はい、なんか演出みたいな、だから理由があったんだなっていう感動の日でした。すごい可愛いですね。いや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 、もう本当にずっといい匂いして嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。これで皆さんもコンドームマスターということで、はい、正しいセックスライフをお送りください。ただいまひろさんの YouTube は概要欄に貼っとくので、ぜひ皆さん見てください。まひろさんの YouTube の方にコラボ動画がなんと2本も上がりますので、ぜひ皆さんチェックしてください。よろしくお願いします。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ゾーン。
しよう。ありがとうございます。いやいやいや、ちっちゃいじゃないですか。いや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 。ぜひ AV 女優に。それはそれはそれはちょっとまだちょっと温めてから。